こんにちは、ハイジーです。というわけで本日はシンさんからツイッター宛に情報をいただきまして、赤羽の方にちょっとね、聞いたことないくらいすごいシステムの中華があるとのことで、私赤羽にやってきております。今駐車場に車を止めまして、もう多分ね、この建物の地下1階にあるビビオさんの地下1階にあるお店だそうなんですけども、さあ地下の飲食店街にやってまいりまして、いろんなお店が多分あるんですよね。ベンディカさん、これカレー屋さんですね、もうあったりとか、あ、ミックスグリルセットとか。このベンディカさんを過ぎてこっちから出るんですって。こっちから出て、はい、でこう来たら、あ、ここだ、きっとここだ、ここだ、あ、ありました、交渉券さん。まだオープン前なんですけれども、ちょっと待って待って、豪華弁当とかいろいろオードブル系のお持ち帰りなんかもありながら、メニューね、本格的なやつがずらっと並んでる感じのお店で、飲み放題1600円とかいうシステムで、楽しく飲み食いできるお店といった形ですね。で、食べ飲み放題3580円となってまして、ずら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 っとメニューがあるんですけども、そんな中で本当にありました、ランチメニュープラス10円でチャーハン食べ放題15時まで、半端じゃないね。で、こっちにもありますね。で、このランチメニューがどこにあるのかっていうことなんですけれども、ランチメニューこっちにありましたね。ランチ定食は麻婆豆腐から始まって700円 で早いって書いてありません。しかも早いんだ、麻婆豆腐食べたいね。で、ニラレバとかチンジャオロース、キクラゲと豚肉の炒めで、ホイコーロー、豚肉と野菜炒め、酢豚、海鮮八宝菜、そしてユーリンチ、エビと卵チリソース、鶏肉唐揚げ、豚肉とナス四川風炒めとか、牛肉オイスターソース、ちょっと待って、多いですね。鶏肉の味噌炒め、白身魚の甘酢炒め、エビチリソースとかがあったりとか、麺とかね、丼的なメニューもずらっとあったりしますが、さあというわけで入店しまして、こういった形の椅子テーブルが揃った店内でございまして、多分奥にはね、小上がりの席もあったりするイメージでございまして、店内にもこちらやはり貼られております。では14番鶏肉味噌炒め、あとチャーハンのやつつけてます。はい、というわけで今回私ランチ定食の14番鶏肉の味噌炒めを注文したんですけども、よく見るとそもそもね、ライスがあるんですよ。で、私ね、プラス10円のチャーハンのやつも一緒に注文したんですけども、白ご飯どこ食うのかっていうこともまず気になって仕方がないですよね。あ、いただきます。ありがとうございます。ましたか、鶏肉の味噌炒め定食でございますけれども、まずはこのようにとろみがついてる感じのスープ、ちょっと辛そうな卵スープからのザーサイもちょっと辛そうな色、そしてスイーツ、デザートもありますね、杏仁豆腐で、こちらがメインでございますが、メインもたっぷり、そしてサラダもあります、そしてチャーハンとなってまして、危なかったです。白ご飯はついてきておりません。だから白ご飯をチャーハンにチェンジしつつ食べ放題になるといったランチ
っていうことですね。そりゃそうですよね。とにかく美味しそう。いただきます。そしてチャーハンは丼に入っているという形でございまして、そうですね、一杯目からねちゃんとボリューム感あります。あと色が薄めといったイメージでございますけども、まずスープから、はい、トゥルントゥルンでいいね。すごいとろみがあるけどすっきりする感じでございまして、あのね酸味が強めです。辛みよりも酸味強め。そこに卵の甘さも絡んでくる感じで、かき玉トロトロスープ。ではメインの方ですけれども、こちらも、はい、お野菜もねたっぷりありながらも全体的に茶色くまとまってます。茶色いってことはもううまいってことだと思います。めちゃくちゃ熱々、まあ、炒めたてですからね、めちゃくちゃ熱々で、なんか冷たいもの冷たいものって思ったのがこのトロトロスープでしたから、やばいぜ、これは焦った。車乗ってて真後ろにパトカーが走ってる時くらい焦るやつだぜ。ではいよいよチャーハンですけれども、はい、本当にもしかしてこれねシンプルに卵とご飯のチャーハンといったイメージでございまして、もう具材はこっから足してくれと言わんばかりのやつかもしれません。でも十分ありがたいよね。好きです僕これ。優しくふんわりしたチャーハンでございまして、味付けに関しても割とね極限まで控えめといった感じのチャーハンなんですけども、ものすごい舌触りのいい仕上がりになっておりまして、これね進む。もちろんこれ単品で余裕でおかずになるチャーハン、まあ普通そうなんですけどもね。でもその普通のお店で出てくるチャーハンと比べたらもちろんね相当シンプルにシンプルを極めた感じのチャーハンなんですけども、実はネギも入ってますしね、僕は好きです。ノーメイクチャーハンってんですかね、ベージンミドルになっちゃいますけども、お野菜も取っていきましょうかね、うん、でザーサイでもチャーハンいけそうですもんね。ザーサイもあのピリ辛で味濃いめで、無限にチャーハン進むおかずがいっぱいあるんだけど、ではこれでもいけるもんね。どうしよう、ちょっと待って、この感じのチャーハン個人的に大好きすぎてもうこんな感じになっちゃって、まだおかずこんな残ってるんだけども、おかわりしたら引かれるかな。一応もうちょっとおかず減らしてからおかわりしようかな、なんか、うん、まチャーハンおかわりできます、お願いします。そういえばどのくらいのスピードでチャーハンが来るのかってことですよね。いただきます。ありがとうございます。はい、すぐ来ました。一瞬で来るんだ。じゃあ待ち時間がないから食べ終わる直前ぐらいに注文しておくとかしなくても大丈夫なんだ。じゃあちょっと2杯目のチャーハン、これで750円プラス10円ってことだもんね。こう見たらさ、そうアイスコーヒーとかよりも安くチャーハンいただけるってことでしょ。で、まあ、おそらくねこっちのチャーハンとは違うチャーハンだと思うんですけども、でも本当にお店の方のこの頑張りにグッとくるようなすごいメニューだよね、うん、うまい。ではっきり言ってちょっとこのチャーハンもこういうの僕好きすぎて、おにぎりとしても絶対美味しいやつですし最高なんですけども、なんかおかわりできて3杯までかなといった、この空気的にね5杯も6杯も7杯もおかわりしてどうだとかじゃなくて、お店側の善意に対してなんかそんな暴れないっていう
ことが大事かなと思いまして、あと一杯でいいかなっていうふうな気持ちではいます。うまっ。おかずの量もはっきり言ってね、食べていくと相当多いことが判明してきまして、やっぱり結局残っちゃうんですよ。なのであと一杯だけチャーハンおかわりして退散しましょう。あと一杯だけお願いします。はい、来ました。はい、来ました。やっぱり美味しそう。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。すごいお店。というわけでエンディングのコーナーでございますが、実は今回も予定がごちゃごちゃしておりまして、今ねお店に行く前にエンディングを撮影しているといったイレギュラーな形でございますが、交渉券さんにね、行って来た僕は本当にプラス10円でチャーハン食べ放題できているのか分かっていない状況でございますけども、でもツイッター宛てにね情報が来てますから、それはできていたでしょうと。最高だったね、ハイちゃん、おめでとう、チャーハン食べ放題できてと、メッセージを今送らせていただきます。っていうのもあれば、あのお店のね詳しい情報なんかもね概要欄に載せておきますので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうか。っていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、確かにこの間もジョージュともふみさんの店というね、あのもうほとんど家人ん家に上がっていくみたいな形のねお店に行った時に、完全にもう人ん家の居間でねお食事する感じじゃないですか。でも僕がね入って食べてたら、後からどん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 お客さんもいらっしゃって、その中のね一組目に来られた方が席に着くなりね、すぐパパパパパパって注文されてたんですよ。で僕は自分の注文した後だったんですけども、あまりにも手際よく、じゃあこれとこれとこれでみたいな感じかっこよく言ってたから、あれおすすめ、自分が注文してないのもそれもおすすめなのかなと思って、そのお客様にね、常連さんなんですかって聞いたら、いや初めてです、おっでっていう瞬間はあった。常連さんの方でしょうか。全然です、今日初めてです。もしも常連ですっていう答えが返ってきたら、注文をパクろうとしてた自分もいた。ハゲラッチョさんからのコメントで、オープン初日に顎に見つかっちゃったお店がかわいそうで涙が止まらないよ。なんでなんでなの。これこの間太陽園さんに行った時の動画のコメント欄のコメントなんですけれども、その時にね行く道中に、あれこのお店今日オープンなんだ、すごい日に立ち会えたな、なんてことがあったんですけども、なんでかわいそうなの、幸先悪いの、そんなに僕に見つかっちゃったことが。 H さんからのコメントで、ハイジーさんと同じリップクリームを使ってます、偶然でハッピーでした、ということでございまして、 H さんいい、ありがとう、僕もなんかそういう風に言ってもらえて嬉しいですよって思いながらも、その一個下のコメント、岩切礼さん、ハイジーの動画を見ていたら嫁に泣かれました。なんでなんで泣かれちゃうの、なんで この2つのコメントが混在するチャンネルなの、みんなが僕を見る視点バラバラすぎない。ゆうゆうさんからのコメントで、エンディングで結局って言いましたねねとおっしゃってますけども、何ですかこれは。これね、法隆さんっていう中華屋さんに行った時の動画のコメント欄のコメントなんですけども、言うわけないじゃん、結局を噛むのすごく難しいから、結局ってわざわざ噛むの絶対結局でしょ、結局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 キュンなんて噛み方するはずないから、してないです。もうこれで終わっちゃったら終わっちゃうので早く喋りたいんですけども、結局それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらデデンデデンデデン、ケンイチさんからのコメントで、意志の弱さここに極まれり。これは恥ずかしいところ見られた、だからこれもね
法隆さんの動画のコメント欄のコメントなんですけども、この日は僕ねお店に直接アポなしで行かせてもらって、その場で許可取りをするという形だったんですけどもね、お店外から眺めている段階でもう角煮ラーメンという文言が目に飛び込んできて、絶対これ注文したいと思って、お店でもね角煮ラーメンって注文したら、店主さんがパーコメンの方がボリュームあるよって、なんかパーコメンすごく押してくれて、じゃあパーコメンでってなっちゃった瞬間ね、見られちゃったね。よくあるの、僕も服とか買いに行って自分的には絶対に M サイズの感じで着たいなって思ってんのに、お客様の感じでしたら S がぴったりの感じかと思うんですけども、いやでもなんか自分はちょっとゆったりした感じで着たいんだよな、もうなんかきつくて肩こんの嫌だから、ゆったり M の感じがいいんだけどなって思いながらも、ああそうっすか、じゃあ S の方がいいんですかね、はい S だと思います、じゃあ S ください、でいつもなんだよなー。